一票を投じる背中、大人だね。参議院議員通常選挙は7月4日に公示され、7月21日が投票日です。そこで今回は参議院議員通常選挙についてお送りします。お話は尾道市選挙管理委員会事務局の近藤美希さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、参議院議員通常選挙は投票が2つあります。まずは今回改選される広島県選出議員選挙について教えてください。はい、今回の広島県選出議員選挙では、都道府県を単位とした選挙区から74人が選ばれ、広島県からは2人が選ばれます。比例代表選出議員選挙は全国が単位となり、今回は50人が選ばれます。政党の総得票率に基づいて、いわゆるドント方式により、各政党の当選人の数が決まり、得票数の最も多い候補者から順次当選人が決まります。では投票の方法はどのようになりますか？はい、投票所でははじめに広島県選出議員選挙の薄い黄色の投票用紙をお渡しします。記載台で候補者の氏名を書いて投票してください。次に比例代表選出議員選挙の白色の投票用紙をお渡しします。候補者の氏名、または政党、その他の政治団体の名称、もしくは略称を書いて投票してください。尾道市で投票できるのは、平成13年、2001年7月22日までに生まれた満18歳以上の人で、尾道市に3ヶ月以上住民登録のある人、または今年の4月3日までに尾道市に転入届出をし、引き続き尾道市に住んでいる人です。すでに尾道市の選挙人名簿に載っている人に加え、この2つの要件がある人を新たに名簿に登録しています。では投票できる時間について教えてください。はい、午前7時から午後8時まで投票できます。ただし一部の投票所では時間が短くなっていますので、入場券や選挙特集などでご確認ください。4月の尾道市議市長選挙から投票場所を変更した地区があります。尾道第4投票所は久保小学校から尾道東高等学校へ変更になります。尾道第24投票所は旧木野省西幼稚園保育室から生き生きサロン木野省西に投票所の名称が変わります。場所の変更はありません。また尾道第31投票所は浦島漁業協同組合から道越集会所へ変更になります。では投票日の7月21日に投票所に行けないときはどうすればいいでしょうか？はい、その場合には期日前投票という制度があります。投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの予定がある人は、市内8カ所の期日前投票所で事前に投票ができます。期日前投票所は市役所3階の選挙管理委員会事務局と、因島の芸与文化情報センターでは7月5日金曜日から、また尾道市民センター向島、三木支所、瀬戸田支所では7月13日土曜日から、それぞれ投票日前日の7月20日土曜日まで、毎日午前8時半から午後8時まで投票することができます。その他は桃島支所が7月15日月曜日と16日火曜日の2日間午前9時から午後5時まで、浦崎公民館が7月17日水曜日と18日木曜日の2日間午前8時半から午後8時まで、
尾道市立大学が7月12日金曜日の午前10時から午後5時までとなっています。期日前投票は土曜日、日曜日、祝日でも投票することができますので、仕事の帰りや買い物の際などにぜひ利用してください。投票には待ち時間短縮のため入場券をお持ちください。では不在者投票についてはどのようになっていますか？はい、入院・入所されている病院や施設が不在者投票のできる病院や施設に指定されていれば、そちらで投票することができます。詳しいことはご利用の病院または施設にお問い合わせください。また身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、身体に重度の障害がある方、介護保険の要介護5の方は、郵便などによる不在者投票ができる場合があります。他の市区町村で不在者投票を希望される方や、郵便などによる不在者投票を希望される方は、手続きに時間がかかりますので、お早めに選挙管理委員会にお問い合わせください。その他にも選挙特集のチラシや選挙広報を各新聞に織り込む予定なんですよね。はい、新聞を購読していない方も申し出をしていただくと、郵便などで各世帯までお送りいたします。これまでに申し込みをされている方には直接お送りいたします。また投票所には18歳未満のお子さんを連れて入ることができます。実際に投票所で投票する姿をお子さんやお孫さんが見られるのは貴重な経験になると思います。皆さんの大切な一票を有効に生かしてください。皆さん、政見放送そして選挙広報をよく聞いてよく読んで、みんなで揃って投票に行きましょう。それでは最後にお問い合わせ先をお願いします。はい、問い合わせは尾道市選挙管理委員会事務局、電話番号 0848-38-9258 までお願いいたします。今回は参議院議員通常選挙について、選挙管理委員会事務局の近藤さんにお話を伺いました。近藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。